今日あれ今日配信できそうじゃねって思ってさっき思って配信をさせていただいております。今日もねリハーサルだったのでね頑張って起きてリハーサルに行ってきました。もうずっと立て込み中でして痒っ。もうね本当にねまずいやまあ昨日はねゆな子の卒業公演だったんですけどね、でまだなんかゆな子がグループを卒業したのはあんまり想像というか実感が湧いていないんですけど、そうなんでね私が土曜日からずっと配信したいと思っていたかというと、土曜日に須田あかりさんの卒業コンサートに行かせていただいて日本外資ホールに行ってきたんです。だから今日はねその話をしたくて、その話会って感じかもしれないんですけど、本当にさその日がさで結構台風とかの影響で新幹線が動くか動かなかいか動くか動かないか分かんない感じだったので、本当に行けるのかとか、それともであとさその日がごちゃだったからごちゃに間に合うように帰ってこられるかっていうのがすごい不安で行ったんですけど、でももしこの日が土曜日が何もないんだったらごちゃ以外何もないんだったら多少無理してでも絶対に行くべきだって思って、自分の中でまたとない機会だと思ってまたとない機会だからちょっと待ってあんまり嫌なコメントはしないでください。でだからそのねご縁を大切にしてそう行ってきた。だから前の日も埼玉のツアーの後だったんですけど、もうそんな疲れなんて知るかって感じで行ってきました。でまず会場入ってからのセット、ステージのセットがすごいって思って、すごいって言ったらなんか適当な棒読み感かもしれないんですけど、まずセットから感動して、もちろんステージはあるんだけど花道があって、花道がセンターステージ真ん中のステージまであるように花道がグーってあって、で横のスタンドにも顔が近くに見られるような感じのステージの作りになってて、でしかもさらにステージメインステージがあって、で2階のところがステージがこうやってあったらちょっと出っ張ってる2階のステージがあって、でこれまさか動くのかな、動くわけないよな、だってそんなのめっちゃお金かかりそうじゃんって思ってたら本当に動いたんです。そのステージがグイーンって一番奥まで動いて動くステージだったんですよ。すごってなったし、であと席に一本ずつペンライトがあって、それがフリフラって言って遠隔操作でペンライトの色が変わるっていう仕組みのペンライトが各席一席ずつに置いてあって、マジすごって思って、めっちゃすごい、もうすごい演出に手がかかってるって思って、すごいなって、まずもう会場に入ってからまず始まる前からすごって思って、でまあステージは動くステージ
というのはまあ公演中に気づいたんですけど、でまずさ、その影穴がさ、あかりんさんの影穴で、でさ13年間本当にアイドルに人生をかけてきたアイドルをした時にめっちゃ涙ぐんで影穴されてたのがすごいジーンときて、まあ、さ13年もアイドルを続けてきたことがすごいし、それを胸を張って自信を持って人生をかけてきたって言えるほどの活動だったりとか裏での努力だったりとかで、それをさ、ね、胸を張って自信を持って言えるのって本当に素敵なことだなって思って、もうそこで心をつかまれて、で会場の電気が消えたと思ったらあかりんさんが出てきて、おばあちゃんが鳴る前にね、あかりんさんが出てきて、今の私じゃダメなんだがお一人で歌唱されて、もともとあれはあかりんさんのソロ曲だけど、で歌唱して、一人で歌唱してまたいなくなって、 SKE さんのおばあちゃんが流れて、 SKE さんのおばあちゃん初めて聞いて、あこういう感じなんだ、なんかちょっとやっぱり違うから、なんかめっちゃ違和感じゃないけどなんか新鮮でした。そう、 SKE さんのおばあちゃん、他のグループのおばあちゃんを聞くのが初めてだったかもしれない。私は48グループのコンサートは初めてだったから、メンバーになってコンサートを見るのはラストアイドルさんのコンサート以来だったんですけど、同じ48グループでコンサートを見るのは初めてだったので、もう本当にめちゃくちゃ刺激になりました。であかりんさんが出てきて3列目の一番端について1曲目が始まったんですよ。恋を語る詩人になれなくてだったかな。そう、一番で最初に真ん中に出てきて、そこから一番後ろの3列目の一番端っこに行って堂々と準備をして曲が始まったんですよ。それそこでも本当にもうすっごいパワフルにキレキレにパフォーマンスしてるのが、自分も私も結構3列目の一番端っこなことが多いから、ポジションがでオーサムで初めて選抜に入れたけど一番後ろの一番端っこだったりとか、普段のなんか特別公演とか、まあ、ツアーだったりとか一番後ろの一番端のことがもう最近はすごい多いから、すごくなんかそこからなんか真ん中に行っていくのが、それは本当にもうご自分の力、ファンの方と一緒に頑張っていったって言ったらなんかすごい上から目線で失礼な感じかもしれないけど、ファンの方ともだし、もう自分が本当に負けずに、まあ、一番上までのし上がれるたのが、いや本当にすごいし、なんかすごく今の自分に重なって、もうもうあかりんさんしか見えなかったぐらい、もううわーって思う。本当にもうなんかもう感動か なんか全部なんか全て私の言葉がなんか平べったい言葉のようになってしまうけど、本当になんて言葉を表したらいいのかわからないんですけど、本当にもうあかりんさんの全てが詰まったコンサートでめっちゃかっこよかった。本当にかっこよかったし、
こんなすごい先輩とでも1年ぐらいご一緒させていただくことができて、本当に自分は恵まれてて幸せ者だなって思いました。で、あかりんさんはもちろんなんですけど、 SKE さん全員皆さんも本当にパフォーマンスがすごくてパワフルで、やっぱ人数もすごく多いから迫力もすごくあって、で当たり前にお腹の見える衣装を着ていて、で全員がお腹を出せる体型で、で皆さん普通当たり前に腹筋に線が入ってるんです。縦線が入ってて腹筋が割れてて、でてかみんな顔ちっちゃいし、みんなえめっちゃ可愛いみたいなすごい可愛いと。で花道でさ近くに来てくれるからよく顔が見えて、よく顔が見えてってというか、なんだろう、本当にめっちゃ可愛いと思ったし、そうみんな顔小さみたいな、本当にやっぱちゃんと体型管理もしてるし、衣装もなんかアイドルの衣装って感じですごい可愛かったし、どの衣装も全部可愛かったけど、あかりんさんの衣装で言うと好き好き好きっていう曲以降の曲の衣装がめっちゃ可愛くてすごい好き。写真は私はごちゃの打ち合わせに出るために途中で出なくちゃいけない、最後まで見られなかったんですよ。だから最後に会えることができなかったし、最後まで見ることができなかったんですけど、でもその後配信で見ました。で多分そのさ腹筋を割るための日頃のトレーニングが生かされているからか、もうパフォーマンスもなんか無駄がないというか、キレキレというか、なんだろう、すごく動きにメリハリがあって体の軸がしっかりしてて、うん、パフォーマンスすごいなって思いました。しか写真撮ってたらその日にあげてるしね私絶対ツーショット撮れてたら。で中坂美優ちゃん、SKE48 さんの中坂美優ちゃんってドラフト3期で同じオーディションを受けていて、で同じオレンジチームだったんですよ。で美優ちゃんも出てて、でその時当時確か小学校6年生だったんですよ、私と一緒にレッスン受けていた頃が。で小6の時だったからやっぱレッスンについていくのも結構必死で、ダンスもあんまり得意じゃないみたいな感じで言っていたんですけど、でも何期生だっけ、8期生だっけ、9期生だっけ、そうドラさんでは、そう私も一緒に落ちちゃって指名もらえなかったんですけど、その後のオーディションで合格して SKE48 さんに加入して、でみゆちゃんが SKE48 さんでのパフォーマンスしてるのを私も初めて見たので、えめっちゃダンス踊れるようになってるし、背が高くなってるし、顔変わらないけどめっちゃ大人な顔になってて可愛くなってるって思って、MC でもちゃんと発言してて、あみゆちゃんって思って、すごいお姉ちゃんというかお母さんというか、もう4年ぐらい前のが出来事がすごく懐かしく感じて、であと中野愛理ちゃんも同じドラフト3期でドラフト3期生としてSKE さんに指名されて加入したんですけど、一回明日よろしくでバトン回してもらったことがあったからあったりとかして、でモデルさんの活動とかもしていたから SNS とかも見たんですけど、久しぶりに見て、もちろんドラフトの時よりもパフォーマンスも
スタイルもめっちゃ良くて本当にすごいなんか離れているところでもみんな頑張っているんだなっていうのがすごく伝わったし、自分の活力にもなりました。ツインテールめっちゃ可愛かった、アイリちゃん。でそのあかりんさんの総選挙のヒストリーとかも全部さダイジェストでの映像を作られていて、でもやっぱでもさ、ゆかちゃんの卒業コンサートの時もそうだったけど、やっぱ総選挙のヒストリーって本当にやっぱりさグッとくるものがあってさ、何よりマカリンさんが2位になった時のスピーチがもう今思い出すだけでも泣きそうだもん。なんかその時は自分加入したばかりだったからそんなに重くは受け止めなかったというか、まだ言っていることが分からなかったわけじゃないけど、なんだろう、実際に経験しているわけじゃないから、なんだろうな、もちろんなんかその時よりもすごくずっしり自分に言って重なってて、なんかすごいもうね、あそこでもう終わりました、私の涙腺は。なんかでしかも2位になられた時のあかりんさんの顔がめっちゃ可愛かった。髪も顔もめっちゃ可愛くて、あの髪今度真似しようって思った。めっちゃ可愛い髪型だった。もう本当に何かいろんなことを経験してどんどんあかりんさんの中でも気持ちの持っていき方とかが変わっていったんだな、なんて言ったらいいんだろう、なんか本当に何度もやっぱり挫折というか悔しい思いをしてきて今のあかりんさんがいて、すごく的確なアドバイスだったりとか広い心を持ってくれているのは、持って接してくれているのは、なんかもういろんなことを経験してきているからこその言葉なんだなと思って、なんかあかりんさんが今まで積み重ねてきて得たものをなんて言ったらいいのか分かんなくなっちゃう。なんか言葉って難しいですね。なんかさ、本当にここまで登っていったあかりんさんって本当にすごいなっていう、私はというかもうなんか自分だったら絶対にもう諦めたいって思っちゃうから、それを最後まで投げ出さずに自分に負けないで、自分を甘やかさないでアイドルをやり遂げられたのは本当にすごい本当に尊敬してる。
尊敬できるなじゃなくて本当に尊敬してる、本当に尊敬、本当になんかもう諦めなかったからこその景色だったんだろうなとか、なんかきっとファンの方もあかりんさんのことを応援していて楽しかっただろうし、応援しがいのあるアイドルさんだったんだろうなっていうのをすごく感じました。本当にすごい、もう自分だったら絶対無理ですもん、絶対無理だから、もう本当になんかそんな簡単にあかりんさんみたいになりたいなんて言えない、なんかまあどの方もそうなんですけど、どの方もそうなんですけど、本当になんかこうなりたいというか、なんかなんて言ったらいいか分かんない、本当になんて言ったらいいのか分かんない、もうなんか怖い言葉にするのがなんか全て思うように届かなさそうで届かなさそうで怖いけど、もう本当にとにかくもういっぱいいっぱい思うことを、いろんな感情をいただいたコンサートでした。本当にめっちゃ可愛かった、あかりんさん超可愛かった。あとあのファンの方のコンサートの乗り方が NGT とやっぱりなんかグループによって違うんだなっていうのを思ったかもしれない、なんかたまたまかもしれないんだけど、なんか NGT ってコールもちゃんと拍手でやってくれるじゃないですか、サイリウム持ちながらなのか、なんかいろいろさみんな工夫してサイリウムも拍手もしてくれるじゃないですか。でも今回私が入った時のコンサートの SK のファンの方はもう基本的にずっとサイリウムで、曲が終わった後だけ拍手だったんですよ。だからなんか拍手に命かけるじゃないけど、拍手に集中、そういうわけじゃないもん、だってみんなが拍手に集中してパフォーマンスみたいなわけじゃないから、そうとは言えないけど、もうなんだろう、基本的にサイリウムを振ってる、で曲が終わったら拍手だったのが、あ、やっぱグループによってファンの方の乗り方って違うんだって思って、そうもう多分もしかしたらね、他のね劇場公演だったら拍手するね、コールを拍手するのかもしれないけど、私たち NGT はさ、ね、劇場公演もツアーもコールでさ、コールも拍手でしてくれるじゃない、だからあ、やっぱグループによって違うんだと思って、思ったのは発見でした。あとなんだろうな、あ、なんかこの方めっちゃ可愛いって思った方がいたんですけど、誰かわからないんだよね。なんかインスタとかプロ公式プロフィールとか見たんですけど、やっぱさ、でツアーの髪型とさ壁写ってさ違うじゃない、その時のさ、しかもさ壁写撮った時からさね、垢抜けたりとかしたりするじゃないですか。そのずっとね、もう誰かわからないんで、でもあのね説明がつかない、なんか背が高くて髪が長くて巻き下ろししてたんだよね、その日は。でなんかすごい、あ、女性ファンが多そうっていう
女性ファン多そうみたいな感じの、なんか誰だったんだろうあれはっていう感じで、なんかさ今回のさコンサート、注目というか、なんかそんな私がそんなことを言う人ではない、なんだろう、注目だなんてそんな偉そうなことはじゃなくて、この人めっちゃ可愛いみたいな、普通になんかファンとして、ファンとしてというか、そうファンとして、いや本当私がさ今日言っていた今までにした発言はさ、本当友達のSKE ファンがこうやって言ってたみたいな感じのぐらいに受け止めてほしい。同じ、ね、NGT48 のマシモカホちゃんがではなく、いや僕のなんか初めて SKE のコンサート行ったおたともがみたいな感じで捉えてほしいっていう感じ誰だろう、本当に誰だったんだろう。なんか他なんか何人かは後で調べて、亀子さんの写真とかで、あこの方ってこの方だったんだとか、名前と顔が一致したりとか、あれこの方ってあ髪長いんだとか、髪短いイメージあったみたいな、なんか亀子さんの写真だよりなんだけど、亀子さんのさ写真のハッシュタグとかあったりするのかな、須田かり卒業コンサートとかのハッシュタグ、みんなそうパフォーマンスよかった、すごく素敵でした。今ねハッシュタグ須田あかり卒業コンサートでねツイッター見てる。どなただろう、そうそう他のグループとの交流がさなくなっちゃったからさ、寂しい。あとカオタンさんを生で見れたのめっちゃ嬉しかった。ここで一発を直接見られたの嬉しかった。あとパレオはエメラルドの演出が、これなんか見覚えある人がいるかもしれませんって言って曲振りをして曲が始まったんですけど、私分かったんです、えこれもしかして紅白って思ったら、本当に紅白歌合戦の時の演出をやられていて、私も当時見てたから分かって嬉しかった分かった。であとあかりんさんのバレエ、孤独なバレリーナだっけの一人でバレエをやったの、めっちゃもう全てにもう髪の毛にまでも神経がいっているんじゃないかっていうぐらい全てに神経がいっているバレエ、めっちゃ綺麗だった。でてかもうそもそもパフォーマンス全てにバレエ仕込みというか、なんだろうな、バレエの所作が入っているからすっごい綺麗で、でしなやかだと思いきやかと思いきやで、バキバキに踊るダンスはすごいバキバキに踊ってて、そのギャップがめっちゃかっこよかった。すいませんね何気に自慢して人を探してる。亀戸関のさ写真さん撮ってるじゃない、で花道の近くだったから私さ、ワンチャン私後ろに写ってるんじゃねって思うぐらい
めっちゃカメラこっちに向いてたけど、ちゃんとピント合ってないから大丈夫なはず。やっぱエゴさんめっちゃ可愛かった。顔小さい、顔小さくて背が高くて肌が白くてガチ可愛かった。マジアイドル、超アイドルと思った。次のシングルのセンターの青海ひなのさんもめっちゃ可愛かった。マジマジ全員可愛かった。もうみんな可愛いし、みんな顔マジで顔小さいし、スタイルもいいし、林美玲さんもめっちゃ髪長いしめっちゃ可愛いし、本当にみんな顔小さって思った。え、斉藤真希子さんもさめっちゃ可愛い。なんかさキャプテンというかさ、やっぱ長く2期生さんでさ長くやってらっしゃるけど、そうは見えないぐらいすごい。童顔ってめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。もともと思ってたけど、なんかなんだろう、もちろんパフォーマンスでは貫禄というかもあるけど、でも童顔なんか私がこうやって言うのもなんか失礼に値するかもしれないですけど、本当に可愛い。誰なんだろう、誰だったんだろう、あの方は。ちょっと今ね、あ、集合写真とかでここの何番目の何番目の人とか、あー、この方かな。野村美代さんかもしれない。野村美代さんだ。めっちゃ可愛かった。遠目で見てもめっちゃ可愛かった。髪色とかも、髪もてか衣装もさ可愛いじゃん。だからそのさ、あの背も高くて顔も小さくて髪が長くて、本当にお人形さんみたいでめっちゃ可愛かった。遠くから見ても可愛いし、こう今写真で見てもめっちゃ可愛いし。足長、え、足長めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった。今度この髪型真似しようかな。え、めっちゃ可愛い、すごい。可愛い。え、めっちゃスタイル良すぎるんだが。足長、168センチ。ハーフツインか、ハーフツインか。私でもハーフツイン似合わないんだった。マジかわいい。え、でもかわいい方ってさ本当にいっぱいいらっしゃるんですけど、あの末永岡さんもめっちゃかわいいじゃないですか。ツインテールで巻きツインで髪長くて、でも
可愛いのにダンスもキレキレなんですよ。そのギャップ、本当に可愛い。本当にかわいい。しつこい私。しつこい。てかステージが動いてるところでさ、抱きしめちゃいけないをパフォーマンスしてて、動くステージで怖くないのかなってめっちゃ不安、気になった。ガチかわいい、ガチかわいい。あとなんか、あとね、すごい K-POP のアイドルさんみたいっていうぐらいめっちゃかわいい方いらっしゃったんだよね。え、あとさ、そう、天使の尻尾の斉藤真希子さんもめっちゃ可愛かったし、ツインテールも似合ってたと個人的に思った。あ、中坂美優ちゃんの亀子さんの写真が可愛い。美優ちゃんも、美優ちゃんもめっちゃ可愛いかな。私すっぴん、私すっぴん。あのさ、あの曲めっちゃかっこよかったんだよね。あのさ、配信見た人ならわかると思うんだけど、ステージのさ右側だけで、客席から見て右側だけでパフォーマンスしてた曲、あれめっちゃかっこよかったんだよね。なんだっけ、どう忘れした。その次の曲に左側でやってた時にみよまるさんと多分あかりんさんでダブルセンターでやってた。久しぶりに行ったら5歳ぐらいになって、あ、今日すっぴんなんです。すっぴんのメガネでちょっと目も腫れてる。この青い衣装着てたんだ。なんて曲だろう。カミングフレーバーさんなんだ、みよまるさん。まだ言ってる私。今調べてたね、スタイルよ。今で固定ツイートのね写真見てた。あれだ、あの方だ。その韓国のアイドルさんみたいで可愛いって思ったのが今あった写真が、佐藤かほさん、佐藤かほさん、同じ名前、同じ名前なんですけど、その韓国のアイドルさんみたい、遠目から見ても細いし、私髪の毛が短いイメージだったからその時分からなかったんだ。そうだ、待って、やばい、ギフトありがとうございます。レインボースターとサイリウムとマリトッツォ、だるま、あ、八期生さんなんだ。
今ね一生亀子さん見てる亀子さんの写真。スタイルもいいんですね。とにかくね、本当にマジ皆さん可愛かった。本当に本当に行ってよかった。あ、そうだ、あれ、かっこいいと思った曲なんだったっけっていうのを思い出さないと。待って、誰かセットリストあった、すごい。これだ、少女は真夏に何をするだか、だ確か。そう、それが曲も含めてダンスもめっちゃかっこよくて素敵だった。あと拗ねながら雨も良かった。あと無意識の色見れたのめっちゃ嬉しかった。無意識の色好きだったので、好きだったと言ったら過去形だけど、好きな曲の一つなので無意識の色見れたのめっちゃ嬉しかった。パレオも本当にパレオなんてさ、なんて言うと、パレオは本当に本当に本当の本当に好きで、だって NGT でもさ披露させていただいたことのある楽曲だったので、やっぱなんか知ってる曲とかさ、自分がパフォーマンスしたことがある曲を、ラブドリップとかさ、ハッシュタグ好きなんとかさ、センチメンタルトレインとかさ、あの本当になんか振り付けとかも分かるからこそ、あ、 SKE さんはこうやって揃えるんだとか。それこそさ SKE48 って NGT48 ってさね、さあに新潟48とかさ、あ、SKE さんはここはこうやって揃えるんだとか、こういう振りなんだとか、そういうちょっとニュアンスが違うのとかも面白かったです。そういう、うん、うん、そうそう。あとね、あ、そう、君のことが好きだからの曲をさ、名古屋弁バージョンにさ、君のことが好きだもんでってさいう曲を披露されていたんですけど、ダモンデって静岡も使うんですよ。静岡も使うんですよ。そうだから2回言っちゃったんです。だからなんかところどころなんか馴染みのある言葉だったりしたので、そう、そうダモンデってめっちゃ使うのよ。ほんと親戚行くとめっちゃ親戚使ってるんですよ。おじいちゃんおばあちゃん親戚のおじさんとか、そうそう、だもんで、だらとか、だら、待って、君のことが好きだもんでの歌詞をしっかり調べよう。そう、近いからさ、最近私めっちゃ誤字するんだよな、打ち直すんだけど、君のことが好きだもんで、歌詞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 、
2番も今回だけかし。どんな風に使うの？ダモンデだとなんかだからっていう時にダモンデ、なんつったらいいんだ、今日家に、あ、例えば今日家に友達来るもんで、家片付けといたわとか、よく親戚のおじさんが使ってる。君のことが好きだもんでって歌詞ない、何々だもんだもんで、そうなんかだもんで、だからっていう時にだもんでっていう、言わないんだ。なんかでもなんだろう、私たち同世代の学校で使っている人がいたかって言ったらいなかったのかな、わかんない、わからないぐらい、まあ馴染みのある方言でも、やっぱり親戚に行くと、おばあちゃん家に行くとよく聞く、うん、だもんで、うん、方言、多分その東海地方の方言だと思う。だらはめちゃくちゃ使う。君のことが好きだもんで歌詞ないか、ネットで調べたら出てこなかった。デラはね使わない。デラ好きはそれはもう愛知の方な感じかな。うん、ダラはそこで好き、君のことが好きだもんで歌詞にダラが入ってたかどうかちょっと忘れちゃったけど、すごくね私もすぐ覚えられそうな曲でした。歌詞を、振り付けはねもう分かるけど、結構、うん、そのザ、なんだっけ、なんざ、なんだっけ、静岡の方だとやっぱりね本当にあの方言で盛り上がる、そのダラとかダモンデとか、うん、でもね、そう、なんかそういうさ、なんか方言ね、 HKT さん君のことが好きやけんもさね、方言になってる、変換されてる曲とかめっちゃ面白かった。本当になんかで、やっぱり大人数のコンサートってこうだよなって思う、こうだよなというか、私たちはさホールツアーだからさ、もちろん規模感、ステージのセットの規模感とかは変わるから、全く自分たちのツアーと比べ、なんだ、演出を比べてみたわけじゃないんですけど、なんか大人数のコンサートってきっとこういう感じなんだろうなって、花道にさいっぱいみんなでさ並んでいってさ、みんなが見えるよね、どの客席にいても見えるようなさ感じだったりとかさ、ステージをもういっぱいまで使ってぎゅうぎゅう詰めになって全員で並んだりとかするのとかもさ、すごい、いや、こういうコンサートしたいなって思いましたね。そうするためにもやっぱりもちろんさ、でメンバーももちろんだし、お見送りはないと思うよコンサートだから。私最後までいなかったからあれだけど、メンバーももっと増やす、もっと
増やすのもそうだけど、でもやっぱりパフォーマンス面だったりとか、それだけのねファンの方をにね興味を持ってもらって来てもらえる人とかも増やさない、 NGT を好きになってもらう人じゃないとね、そういうコンサートはできないよなと思って、かといって私だけが思ってやろうとしても難しいから、どうやったら周りを巻き込めるんだろう、巻き込んでもっと NGT がどうしなんかいいグループになるのかなとか思ったりとかしますね。今ねメンバーも減っていってしまってるから、うん、ねだって明後日には奈々子さんの卒業公演だし、昨日もゆな子の卒業公演だったし、言うとねしんみりしちゃうからもう9月も終わりか、9月も終わりか、もう気がついたら9月終わっちゃってる、もうすぐ10月も来るけど、もうすぐだ10月だ誕生日でね、そのコンサート途中で出てきてギリギリ、そうおばあちゃん実家から出ようかなってごちゃ出ようと思ってたんですけど、さすがに間に合わんってなっておばあちゃん家に頼み込んで、おばあちゃん家でやらせてもらったんですごちゃを。もうこんな日が来るとは思わなかった、まさか静岡からごちゃに出る時が来ると思わなくて、新潟以外の場所からごちゃが出る日が来るとは思わなかった。本当に何から何までおばあちゃん準備しててくれて、で電波がちょっと心配だったんですけど、でも無事に何事もなく放送出られてよかったです。なかった。でも本当にそれぐらい本当に周りの方に手伝ってもらって、まあでも行けてよかった本当に。もう次の日すぐ新潟帰ってきて、だからその日めっちゃ移動やばかったんだよね。埼玉にいて、埼玉から名古屋行って、名古屋静岡新潟めっちゃ遠征してる人みたいな本当楽しかった。で名古屋もね本当に着いたのが開演のお昼 2、3時間ぐらい、 2、3 時間もなかったな、2時間ぐらい前で、本当はねもっと行きたいところがあったんですよ、 あの愛知の。でもその予定はちょっと行けな、できなくなっちゃったので泣く泣くキャンセルし、名古屋駅内で食べられる名古屋飯を食べましたなんかなんだっけ、ひつまぶしは、ひつまぶしはめっちゃ前に食べたことがあったから、食べたことがあったから、名古屋飯って言われていっぱいあるじゃないですか、味噌カツとか。だから味噌煮込みうどんを初めて食べました。次きしめんも食べたかった、きしめんとか味噌カツも食べたい次は。で味噌煮込みうどんを食べて、で
バターサンド、小倉トーストを食べたくったから、でも会場行かなきゃ、行った方がいい、まだ時間あるんだけど、行った方がいいかなとか思って、テイクアウトしようと思ってお店に行ったら、あ、テイクアウトやってないんですって言われて、あーって思って、じゃあ店内で食べてきますって言って、小倉トーストを食べて、初めて食べたの、美味しかった。でもう腹ごしらえ十分にして外資ホールに行きました。もう無理や、本当にもう絶対に名古屋飯を食べたいと思って、コンサートに行くのはもちろんだけど、もうこの際だから絶対に名古屋飯を食べていきたいと、もう執念、もうさ、あの本当にてかツアーの2公演やった、100円だ、ツアー2公演やった次の日だからめっちゃ疲れてるしいや疲れてる中私は行ったんだぜとかじゃなくて、行きたいから行ったんですけど、でもまさかの予想外のね、東京駅で名古屋行きのチケットを買うためにめちゃくちゃ並んで、1時間本当ここって夢の国だったっけって思うぐらい並んで、立ちっぱでずっとで、重たい荷物をずっと持ってて、でだから新幹線も並んで座って、あ、もう いっそこのまま寝てしまいたいっていう感じの中だったから、あ、やばい、このご飯待ってる間寝そうっていう感じだったけど、もう絶対に名古屋飯は食べたいっていうし、コンサート行く前に絶対に食べたいっていう、もう執念で名古屋飯をいっぱい食べました。いっぱいというか、その味噌煮込みうどんと小倉トースト、自分の中ではいっぱい食べて、もう本当になんか、でもそれ並んでる時、その新幹線のチケット買うために並んでる時もなんかファンの方の気持ちが分かったというか、本当にだってグッズ並ぶ時もさ、こういう感じだろうしさ、例えばさ、今後の現場とかさ、今はこれまでの現場でもさ、もしかしたらさ、天気の関係で行けるか分からないけど、とりあえずチケット買っとくみたいな感じでさ、長時間並んでくれているファンの方の気持ちが分かった。綺麗事じゃなくて、あ、きっと、いやでも僕は、私もいや絶対コンサート行きたいもんって思っていう気持ちだけで並んでたから、立って頑張って、しかも駅の中めっちゃ暑かったし汗やばかったもんだから、あ、こういう気持ちできっと並んでくれてるんだろうなっていうのを本当に分かった。で長時間の移動を超えて得て、長時間移動を得てさ、もう1時間経ったの今、やば、会場に来てくれる気持ちで、その後だってコンサートもさ、スタンディングじゃない、めちゃくちゃさ来るのに一苦労でもさ、立ってなきゃいけないじゃん、だってさ、たいねえ、だから本当にファンのみんなの気持ちがめっちゃ分かった、身をもって。もちろんなんか想像はできていたけど、身をもって体感できた。でグッズも買えるかなって思ってたんですけど、ギリ買えて、ギリじゃないけど全然買えて、タオル買えたんですけど、そう、本当に疲れよりもう、それよりもやっぱり内容が素晴らしすぎて、マジ行ってよかったっていう気持ちでした。本当に抱きしめちゃいけないとか、なんかいろいろさ、
自分がやったことある楽曲をパフォーマンスしているからしてされてたから、コンサートの中でセットリストにあったから、なんかあ自分が思うよりももっとなんか今までがしっかりしてたわけじゃ、しっかりしてなかったわけじゃないけど、もう一回気持ち入れ直してやろう頑張ろうって思って、お公演スケジュールが出た、ちょっと私も一緒にネットで見よう。10月5日公演、再来週ぐらいかな。まみみもとね、ずっと隣かっこここにいるよ公演、えタイトル何、泣ける何何何何、レイニャーさんとモロの公演、ええー、んえー、んって言ったら軽いけど、やばずっとここにいるよな、泣けるやん、やめてよ、えー、しかも初日に立ち会えるなんて嬉しい、えー、でも見に行きたい、直接見たい、やばもうすぐ誕生日やん私、どうする、あケーキありがとうございます、えまたあなただ、この間のあなただ、これ待ってでかケーキ、待ってねえねえねえ待って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 、私疲れてるのかな、待ってこれもしかしてさタワー2個分、だって私疲れてる、私疲れてるんだよね、もし多分疲れてるいや待って、いやえデカケーキありがとうございます、でも8時なんだね、あのさ私昨日のさゆな子の卒業公演の時のさ髪型さ、前髪センター分けに挑戦してみたんだけどさ、なんかね結構好評だったのよ、なんかでみんな知ってると思うんだけど、サラとさひなさがさ見に来てくれててさ、あのめっちゃわざわざ私を探してきてくれてさ、ねえその髪型めっちゃいいよみたいな、顔あんたね頭買った方がいいのかなっていうぐらいあのちゃんと顔が見えてる方がめっちゃ似合ってるよみたいな、あんた本当にマジ顔小さいねってなんかめっちゃ褒めてくれて、そんなに褒めてくれたこと今までになかったような感じがしたから、そうセンター分けのポニーテールいいのかもしれないって思って、次のツアーやろうかなって思ったり思わなかったりしてみていますそうなんか好評、嬉しかった、そうごめん、でもさみんなにさごめん、よかったよって言わせたよね完全に、ごめん、そう制服もさ可愛かったよね、DMM 見とこう、8時半か、9月も終わり、また2回目同じこと言った、話題が尽きたことがバレる、やばいやばい、でももう1時間配信してんだね私、あそうだ来月誕生日だから
ね、なんかさ、ハッシュタグ決めるか迷う。どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。23歳でしょ。23歳だもんね。ちょっと考えてみる。待って、そう、先月さ、マシラジできなくて、配信でショールームでマシラジできなくて、今月もマシラジ配信できなかった。いや、先月は言い訳させてもらうと、私正当な言い訳が、正当なというか言い訳があって、あの8月31日にマシラジをするかもしれなかったんですけど、で私はもともとこの日に、31日だよね、サメカツなってね、そう、この日にモロが卒業発表しちゃうことを知ってたから、公演後に配信しますって絶対に言えなかったんですよ。でもうその前の週とかも、テラヒナの卒業公演とかのだったりとかで、その前の週も、その前の週はガチで、もうだってコロナ療養を明けてからもうずっとあれだったもん、リハーサル、渋谷のリハーサルだったし、まあでもさ、なんかこう言ったらあれだけど、劇場でさ、マシラジ配信させてもらってるじゃない。だからそう、でそれもさ、水曜日だから、なんかいやこういう言い訳は本当に良くないんだけど、で9月も気がついたら28日になってた。なんでできなかったんだっけ。てか9月気づいたら終わってたもんな、本当に。もう9月も気がついたら終わってました。そう、8月は本当にそう知ってたから余裕でできなかった。マジでマジで9月、私今このスケジュール見せたいもん、パッて。もう全部全部毎日何かあるもん、こんなことあるっていうぐらい毎日予定入れてある。予定というか、なんか何かしらあるもん。明日もだし、もうだってビンゴだもん、全部全部ある。見せられるわけがない、プライベートな予定もあるので見せられるわけはないんですけど、もうだって来月もうすでに上旬全埋まりしてるもん、ありがたいことに。だからてか、もうだって気づいたらもう夏終わってたし、だってこんな厚手のパーカーなんて着ちゃっててさ、珍しい。クマ今日久しぶりにゆっくり寝れた。まあもう8時だ。待って、でもお歌歌いたい、お歌歌わせて。今日は歌わなくていいかなって、歌いたいって思っても歌わないで配信終わるんだって思ってたんですけど、やっぱり歌いたくなっちゃったので歌います。恥ずかしい。別に うまいって自分が思ってる、自分の歌をうまいって思ってるわけじゃないんですけど、あの歌うのが楽しいんです。なんかすっきりするん
何歌おうかな。あ、ごめんねサマーってないの？調べるまで行く。ごめんねさまないんだ。泣いたー。そういうとこあるよね。高すぎて歌えないんだよね。今ね、選曲中です。今考えてます。何を歌うか。魚を見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じたんだ。太陽は教えてくれる、燃え上がる情熱の季節を、パレオはエメラルド腰に巻いた夏、海の色を映してる。パレオはエメラルド潮風の中で、大人になった少女よ、昨日までとどこか僕は君に恋をしてしまった。海流の島々はまだ誰も知らない進化に溢れる。妹のようだと思ってた心の窓が開いた。ロマンスはいつも突然輝いた愛しさに気づいた。ハッと
するエメラルド、目を奪われてゆく、知らなかった美しさ、ハッとするエメラルド、イノセンスな時、微笑むだけの少女よ、黒い僕はここをずっと動けないよ。パレオはエメラルド、腰に巻いた夏、海の映してる。パレオはエメラルド、潮風の中で大人になった少女よ、世界中で一番綺麗だ、僕は君に恋をしてしまった。パレオはエメラルドでした。あった。これなんだ、犬のケーキのやつ。犬かわいい、これ。待って、これも待って、タワー1個分。ありがとうございます。他にもね、ギフトありがとうございます。ミラーボールもありがとうございます。川沿いの土手の上を自転車を押しながら、沈む夕日惜しむようにゆっくり歩いた。鉄橋が近づいたら、僕たちは別の道、なんでもいい、話さないと、きっと悔いが残るよ。ここめっちゃ好き。夢を語る君の目が好きだ、いつもの笑顔を見せてよ。抱きしめちゃいけないんだ、さよならが言えなくなるから、僕は無理に冗談言って、余計に悲しくなる。抱きしめちゃいけないんだ、君のこと泣かせたくないよ。靴の紐を直すふりして、愛しさ我慢してた。抱きしめちゃいけないでした。
抱きしめちゃいけない、抱きしめちゃいけないんだっけ、抱きしめちゃいけない、夢を語る君の目が好きだってめっちゃ好きなんだよね、なぜか。だってさ、夢を語る君の目が好きだってさ、めっちゃ好きじゃなかったらさ、めっちゃその人のことを見ててさ、めっちゃその人に恋してるじゃんって深って思ったんですよ。もうこれだってさ、多分ね、学校のね、青春的な感じの歌じゃない、なんか、あー甘酸っぱーみたいな、夢を語る目が好きなんてもう10代しか言えないやんみたいなって思ってしまって、めっちゃ好きで、ゆなこの卒業公演でここが歌わりになって嬉しかったです。まさかこんな日が来るなんて思わなかった、憧れてた先輩から不意に声をかけられた、私の名前知ってたことびっくりしちゃう、バスケットのインターハイ応援に来てと周りの友達が林立てるよ、ヒュー、ヒュー、私はあなたの彼女になれますか、ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの彼女になれますか、夢見がちな性格なので教えてほしい、ダメならダメと心の準備させてください。ハートありがとうございます。なってない丸が多いから信じられない、ワンオブゼム、ただの遊びだったら悲しいね、試合の日には他の誰か呼んでないかな、あの噂のチアリーダーちょっと気になっちゃう、困ってるその顔もかっこよすぎるわ、ヒューヒュー、あなたにお弁当を作っていいですか、早起きして作っていいか答えてほしい、私がお弁当を作っていいですか、調子に乗る大型なので叱ってほしい、嫌なら嫌とはっきり首を振ってください。チャンスに攻めないと悔いが残るから、ヒューヒュー、私はあなたの彼女になれますか、ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの彼女になれますか、夢見がちな性格なので教えてほしい、ダメならダメと心の準備させてください。ハート音符ありがとうございます。
ベートサマーじゃない。何歌おうかな。一番だけ歌ってみようかな。歌えるか分かんないけど。アスファルトの熱で街はのぼせて、みんなスローモーション、君の自転車がゆっくり近づく、ワンピースの花が風に舞い上がって、キュンとさせるよ、僕たちは何か始まるかな。好きなのに知り合って、長すぎる。海へ行きたいって君が言い出すから、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に欲しいスニーカーの話をしてる。横バスにいた瞬間、さりげなく君をかばう。僕は不器用太陽を、ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極太陽を、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり暑いだけだ。好きだけど好きすぎて、そう君を見れない、これ以上近づけない。そう続く青空。歌えなくなって恥をかく前にやめておく。でもマジで勉強だよ。いい曲、なんか聴くのが好きで、初めて歌うのに挑戦したかも。待って、ちゃんと歌いきれる曲を歌ってカラオケ終わりにして、配信も終わりにしようと思います。
片隅で一人泣くより、人混みの中で泣きなよ。滲む街溢れる涙、喧騒は君に優しい。別れの日近づいたことぐらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィロー。強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れるラビュー。傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ泊まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。振り向くと寂しくなるよ。前だけを向いて行けばいい。足跡はやがて消えても、後悔の影は消えない。いつか見た古いフランス映画、中で言っていたそれが、太陽が沈んでく瞬間、最後まで残る緑の光。それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、チャネミスユー。切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。涙がいっぱい流れるのは心を消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のウイルスは泣い流してしまおう。失恋をしたその数だけ、人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just get stronger。だけ泊まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。グリーンフラッシュ。グリーンフラッシュでした。緑のペンライトもありがとうございます。なんか配信終わりにしようかなって思ったんですけどさ、あと30分で2時間じゃない？だからさ、だったらやっちゃおうかなっていう感じで、なのであと30分話したいと思うんですよ。本当はなんか次回話そうと思っていたことをここで言って忘れないようにして、みんなに私この間なんか話そうと思っていたことあったよねみたいなことを言って話そうかなと思ったんですけど、そう、あのね、いい歌詞だよね、グリーンフラッシュね。で、私あのさ、最近私さ、あのアニメのさ、アイドルにハマっててさ、ハマってるって言ってるじゃないですか、言ってるじゃないですか、なんかめっちゃ怒ってる、怒ってるみたいな言い方だったけど、言い方でそうないんですけど、あ、2時間するとただあの時間の区切りがいいかなっていう感じで
で1時間40分やったなら 2時間やっちゃった方がいいかなって感じ。そうでハマってるじゃないですか。ハマってるんですよ。でだからなんかさ、アニメのアイドルだからさ、グループが何個もあるわけなんですよ。でさ、だからアニメなんだろう、だからグループのさコンセプトとかさ、グループのメンバーとかさ、グループのメンバーの顔とかさ、性格とかさ、全部さ、で多分これ30分で収まらない話になっちゃうかもしれないんだけど、そうなんかどこかで話したいなって思ったから、そう配信で話すんですけど、なんかさ私たちはさ人間のアイドルをやっていて、人間のアイドルに属していて、人間が作っているグループに人間が所属しているじゃないですか。でもそれってさね、アイドルをやりたいって思ってオーディションを受けた子がオーディションを受けて、そこから選んでもらって加入するわけじゃん。でその中からでグループ内の、まあ、なんだろう、立ち位置とかさ、センターとかがさ決まるわけじゃないですか。でもアイドルって、アイドルじゃない、アニメのアイドルってさ、普通にアニメのその制作会社が、制作会社っていうかそのさ作者の方がこのグループはこういう風にしようとかさ、そういうコンセプトを決めて、キャラクターのデザインとか楽曲とかも全部考えられるじゃない。ごめんね、急にさ多分ちゃんと熱量がある話になっちゃうんですけど、じゃん、今伝わる、今の話まで伝わる。そう、設定とか、設定というかさ、だからそのさグループのさキャラクターとかもさ作者が決められるわけじゃん。でもさ人間のアイドル、私がやってるアイドルってさ、まあ、プロデューサーさんがいたとしても基本的に自分の自己プロデュースでやっていくからさ、ね、決められないじゃない。そういうグループの方向性とかグループのカラーとかさ、それぞれの個人個人のキャラクターとかさ。でもアニメだったら作れるわけじゃん。だから例えばさ何人、3人グループだとしたら、でセンターが1人いて、でそこを脇を固める子がいるわけじゃない。で例えばその私が最近ハマってるアイドリッシュセブンっていうアイドルアニメの中にトリガーの4個グループがあって、4つグループがあって、そのうちの1つのグループにトリガーっていうアイドルグループがあって、3人組のアイドルなんですよ、アイドルグループで。でセンターの子がちょっと小柄で髪の毛が白くて、白い子がセンターなんですよ。でその脇を固める子が背が高くて、すごい2人とも男前なんだろう、男前な顔で、でセンターの方がすごい可愛らしい顔してるんですよ。で背が高くてすごいがっちりしてて、ワイルド系の男の子なんですよ。だからさ、そういうのってさ、なんかさグループ、まあ人間のアイドルでもそういう子を見つけてそういう風に作れるのかもしれないんだけど、なんかアニメのアイドルだったらさ、そういうのも作れるわけじゃない。だからなんか例えばめっちゃセンターオーラがある子とかもさ作れるわけじゃない、アニメの中だったら。私歌声とかも、まあ、歌声は声優さんがそのアイドルの気持ちというか、そのアイドルの役になりきってやるじゃない、やるからなんかやるんだけど、すごくオーラがあるような歌声だったりとか、聞いて歌を聴いてるだけでね、オーラがあるようなセンターっぽい歌声だなとか、なんかなんつったらいいんだろう、なんかサビまでに、まあ楽曲の話になっちゃうんですけど、サビに入る前の歌割りですごいサビにかけて盛り上がるような歌声というか歌を作ってくれるんですよ。なんかそれを、そういう曲を聴いた時にサビの前にパートを担当してサビに持っていくために、サビにいい波をつなげるために、盛り上げるための歌を歌える、花がある、
オーラがある歌を歌える、オーラがある歌を歌えるってすごいなって思って、私もなんかユニット公演だとさ、あのソロパートをさやらせてもらえることがあったりとかするじゃない。普通のさツアーとかさ、全体 NGT 全体の楽曲だとさ、何人かで一つの歌割りを一瞬担当できたりとかするけど、ユニット公演だと一人だからそれができるのよ。だから私もまあ何が言いたいかっていうとアニメのアイドルを好きになってから自分のアイドル活動に対する考え方が変わったっていう話をしたいんですよ。そう、みんなもさ今多分私の話から何をどうやって汲み取ってあげようかって多分必死に今考えてくれていたと思うんですけど、そう何が言いたいかっていうと、私はアニメのアイドルを好きになって、自分がアイドルである時にアニメのアイドルを好きになって、自分のパフォーマンスとかアイドル、そんな楽曲とかに対する考え方をな、変わったのかな、そう変わったというか、なんか、うん、気づけたというか、なんかなんつったい、なんかなんつったいんだろうな、なんかね今ねめっちゃ必死に考えてる、何をどうやったら伝わるかっていうのが、マジで、ただし本当に今自分自己満で喋ってる、完全に全員置いていってしまっている。なんかね、なんつったらいいんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、なんか今までの自分だったら、例えばすごい分かりやすく言うと、サメカツナ公演でやってた「2 years later」って曲があるじゃないですか。で私はあのサビの前をの「デイブレイクインタールード」、待って、その曲知ってるんですか、ちょっと待ってそれは待って、その曲大好きなんですよ、マジで伝えない。あのこの曲、このデイブレイクインタールード、そう私英語読めなくていつも分かんなかったんです。この曲ってガチですごくて、まずイントロからすごいんですよ、やば、ちょっと待って、これはまた別の機会に話すその話戻すと2 years later の、なぜ2年も経ってなぜ振り向かせるの教えてごめんね神よって、私な教えてで終わるんですよ。そこってサビの前の大事な場所じゃないですか。まあ、今までそのアイドル、アニメのアイドルを知る前もそれなりに考えてサビにつながるように歌ってはいたんですけど、でもそのアニメのアイドルのなんだ、個々歌詞、歌割りが一人一人に分かれている曲を聞いた時に、サビの前の歌割りがこんなに重要なんだっていうことに気がついたんですよ。そこの歌声の熱量で、その歌声の熱量でサビの雰囲気というか、サビへの持っていき方が全然違うんだなっていうことに気がついて、そう、なんか助走が大事じゃないですか、跳び箱でも何でも。そこの助走が、そうだから、なんかマジなんつったらいいんだ、なんかそう本当にとにかくなんかね、本当にその自分の、多分そんなにね、みんなからしたら確かに去年のサメカツナ公演の時のマシはこうだったけど、今のサメカツナ公演のマシはこうかもみたいなとかは正直ないと思うし、同じサメカツナでのメンバーでも絶対に気づいていたことはないと思うんですけど、自分の中ではなんかラスボスじゃないですけど、自分がその歌割りがみんなそれぞれさ一人一人とか二人であって、で自分が最後の一人の歌割り、サビの前の、だからなんか
うわマッシー来たーみたいな、うわここからのからここからのサビマジでいいよねみたいな感じな雰囲気が出たらいいなみたいな感じで歌声になんかおだから自分で言うのもすごい恥ずかしいんですけど自分でなんかこの歌声になんかオーラというかなんか迫力みたいな迫力まで言ったらなんかすごい恥ずかしいんですけどなんかサビに行くまでの勢いにちょっとでもなってたらいいなっていう気持ちに気づけたんですよがそのトリガーっていうグループの曲を聴いてて待ってこのメンバーのてかな誰がすごいかって言ったらその中の九条天君っていう子がいるんですけどその子もの歌の存在感が本当にすごいなっていう本当にあのなんだろう歌の中での花オーラがすごいだこなんだどこを歌っていてもここがメインなパートのように聞こえるような歌声なんですよそうアイナナアイドリッシュセブンそう本当にそうあのねなんだからそういうのを自分が歌っているところが一番この曲の見せどころなんだっていう気持ちでユニット公演で歌えるように頑張ろうっていう気持ちになれたんですよそれが言いたかっただからその歌とかパフォーマンスの向き合い方が変わりましたそのデイブレイクはデイブレイクインタールードはまず一番最初にイントロが静かなところから始まってだんだんブワーって大きくなってきてそこから We are Trigger って言うんですよそれがマジかっこいい鳥肌マジで鳥肌なんかいやしかも歌詞もそのストーリーに沿っているというかなんかもうでもあのね本当にねみんなアイドルセブン見てほしいあのアニメ10月16日からあの始まるんですけど3期が1期2期ってあるんですけどマジで見てほしいなんかアイドルをやってる自分でもすごく響くしアイドルを応援している皆さん応援してくれている皆さんにもきっと響くものがあると思うしなんか自分もアイドルとして共感できることも結構あるんですよで実際自分は本当になんかパフォーマンスとかいやそうだよねプロってこうあるべきだよなとかアイドルってこうあるべきだよなっていうのを改めて思わせてくれたコンテンツなんあれお話なんですよストーリーなんですよやばいまたアニメの宣伝しちゃったんですけどだるまありがとうございますこれは本当 AKB48 の大森まほぴょんに教えてもらったアニメなんですけどマジでいいよかった本当に素敵な本当に素晴らしいものに出会わせてもらえたと思っているそうあのそうだからなんかそのさやっぱりグループの何個も私アイドリッシュセブンも好きだしアンサンブルスターズっていうそれもまたあのアイドルのアニメお話なんですけどそこもやっぱいっぱいだからいっぱいなんかそのアイドルのユニットを見るようになったんですよアニメのだから
やっぱりそこのねセンターになる子の特徴、特徴っていうかなんかあこういう子がセンターになるんだみたいな、そういう分析とかもめっちゃ自分なんかすごい考えちゃって考えながらやってて、ただアニメが好きなだけじゃなくて一応自分の活動に何か還元できないかって考えながら、なんか自分の活動のヒントになるものはないかってめっちゃ考えながらやってるんですけど、なんかやなんか赤い髪の子が多いんだよねセンターの子って。それはまあなんか主人公的な色が赤っていうイメージだからなのかもしれないけど、なんかあとやっぱりそのグループの象徴、象徴な感じがする。その なんとなんかなんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、なんかなんかね、うん、なんかなんつったらいいんだろう、でも私も髪赤にしよっかないやなんかね、なんつったらそうそういろいろちゃんとね分析をしてる一応ちゃんと、ただアニメやってるだけじゃなくて、アニメ好きなだけじゃなくて、だからみんなね、まっしーアニメのアイドル好きなんだってやきもち焼くかもしれないけど、そういうのじゃなくてちゃんと自分の活動に還元できないかってちゃんと分析しながらやってます。他のアニメもそうだけど、ヒロアカとかもそうなんだけど、通り部とか、あピンクにするよ、赤、いや赤はめっちゃあの今の冗談で言ったんですけど、そう向き合い方が変わりましたっていう話。いや多分ね、もっと私話したいことあったんだけどね、とりあえずそう歌い方にはそう願いはシャインオンザシー、歌いそうになっちゃうからあれなんですけど、その曲はやばい、もうなんかその時のストーリーも相まって本当に泣ける。でそのストーリーね、続きも第6部も10月6日から始まるから、やばい。アイナナも新しい話始まるし、ヒロアカも新しい話始まるし、あ私だからそう全然30分で話し切れたわ、よかったちょうど良さそう。ランキング読みますね、ギフトめちゃくちゃありがとうございます。だるまとかバラとか、これはバラ、モンブラン、レインボースター、だるまサイリウム、ハート、マリトッツォ、カップケーキ、ケーキ、モンブラン、ありがとうございます。13位しんさん、ありがとうございます。12位マキアートさん、ありがとうございます。11位陽一くんさん、ありがとうございます。10位ビールバラさん、ありがとうございます。9位ワンワンさん、ありがとうございます。8位てつさん、ありがとうございます。7位かつさん、ありがとうございます。6位たかおいちゃんさん、ありがとうございます。5位よとさん、ありがとうございます。4位ランダーさん、ありがとうございます。3位サクサクさん、ありがとうございます。2位メイプルなおくんさん、ありがとうございます。1位近藤和弘さん、ありがとうございます。でタワーの3個分かな、もうね、ありがとうございます。配信をご覧の皆さんもありがとうございました。本当に今日はもうあの本当僕の友達の女オタの子がっていう感じの配信でしたけれどありがとうございました。気がついたら2時間経ってたって感じですね。あと3分した2時間ぴったりにして終わりにしようかな。とにかく本当にアイドリッシュセブンマジおすすめ。推しは
ももくんって子なんですけど、本当にトリガーってグループがね、クレセントライズって曲も好きだし、ヘブンリービジターも好きだし、ラストディレンションも好きだし、とにかく本当に花のある歌声がすごいことに気がついて、自分もそうなりたいっていう感じで真似するようになったっていう感じ、自分なりに。で、多分できてないけど、全然できてないけど意識するようになりました。男子でも楽しめます。アイドルというか何かを応援している方にも刺さるものだと思います。で、多分でも女性のアイドルのアニメでもなんかもしかしたらそういうアニメがあるのかもしれないんですけど、うん、1日のツーショットの告知もどうぞ。今受付しているんですか？ぜひ来てください。トレッシャーも好きだし、あと最新曲のもうなんて読むか分かんない、最新曲もすごい好き。推しぶどう9時、私1分だよね確か。あのね、多分どっ Hulu 見れる、アマプラはね見れない。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。おしゃべり会Hulu、 あとはね何でどこで見れるのか分かんないんだよね。ぜひサブスクで見られる方、ぜひ。推しぶどう、いい、ぶどう、推しぶどう、絶対アイドルっぽい、なんか推しって感じが入ってるから。じゃあ皆さん来てくださってありがとうございました。またいつか配信します。それじゃあまたね、バイバイ。本当にあの私のただただ私が話したいことを聞いてくれてありがとう。またね、バイバーイ。